お疲れ様です。リファイトクラブのガイです。今回ね、私の所属するリファイトクラブのボー君、まあ会長がですね、ワンっていう格闘技の試合について動画を上げてますんで、その登場人物のブソンっていう方ね、私全然知らなかったんですけども、ブソンっていう方の生い立ちをですね、ちょっと調べていくうちに興味深いことが分かりましたので、ちょっとこの場を借りてね、放送させていただこうかと思います。 えまずねこのブソンっていう選手ですけども1991年に鳥取県の米子市に生まれるわけですよねゲゲゲの鬼太郎のふるさとということでね私も何度も行ってます私もね鳥取の米子まではそんなに遠くないんでね23時間で行っちゃうんでよく行くことがあったんですけどもかなりねこういうところを知ると親近感ですねでこのブソン選手なんですけども小学校2年生の頃にテレビで見た k 1に憧れて空手を始めるっていうねやっぱりね 格闘技って試合を見てやる気になったりとかすることって多いんですよ。まあ映画とかもそうですけどね。私の場合はロッキーを見て格闘技に目覚めたってところがありますね。以来カンフーファンになりましたけどもねえ。そして、えー、このブソンっていう選手ですけども、子供好きで保育士になることを夢見ていた頃からボクシング部があって保育士の資格も取れる高校に進学ということで進路もね、かなり早く決めてたらしいんですよ。ところがですね、なんとこの高校、 ブソン選手、素行が悪くて3ヶ月で退学になっちゃうんですよ。やっぱりこの10代の頃からギッタンバッタンしてるんだなというところですね。そこからキックボクシーに転向して K1 甲子園ってのがあるんですか ?K1 甲子園に出場するために通信制の高校へ再入学するということで通信教育に切り替えるみたいです。そして2008年の頃ですけどもアルバイトでお金を貯めてなんとタイに タイランドに単身武者修行に行くんですよね。この辺りもすごいじゃないですか。なんか道場破りみたいな感じで。昔のね、極真空手の大山マスタさんをね、総裁をね、彷彿とさせますよね。まあその他、アマチュア大学に数々出場して経験を積んでいったってことで、2008年はまさに武尊選手の下地が作られた1年になったんではないかなと思います。そして2009年、あっという間になんですけども、念願の K1 甲子園に出場ということになります。しかし、 関西地区戦の2回戦で敗退するということでね、なかなか格闘家の道は険しいということなんでしょうね。で、この敗北が武尊選手に大きなきっかけをやっぱり与えるんですよ。あまりの悔しさに涙を流しながら本部席にいた前田健作選手に、僕こんなに弱いんで、あ、違う、僕こんな弱くないんで、もっと強くなりたいんですっていうふうにね、あの、エクストリームワンの前田健作選手ですか。この方に訴えかけたということらしいです。で、前田選手は、 前田健作さんはチームドラゴンに来れば強くなるっていう風に入門を勧めたらしいんですよ。チームドラゴンってこんな前からあるんですね。私もエクストリームワンに関わってから前田健作という方に、えー、ちょっとね、知ったということなんですけども、チームドラゴンっていうのもそこから知ったんで、1年前の今日私はね、前田健作も知らなければチームドラゴンも知らなかったっていうズブの素人でございます。そんな私がね、 格闘技に興味を持って、ブソン選手の解説をしてるみたいなね、ちょっとこう、運命深いものを感じますけども、2010年、上京する資金を貯めるためにアルバイトを掛け持ちして、高校卒業後すぐにチームドラゴンに入門ということで、前田健作さんのチームドラゴンにあっという間に入ったということで、躊躇がないですよね、やっぱりね。で、2011年に9月24日、プロデビューをしたということです。いやー、なんか、人生ドラマですね。 だから2011年にプロデビューってことなんで、1991年に生まれて20年、ね、小学校2年生の頃ですから、まだ10歳にもならない頃に格闘家を目指して10年がかりでプロになったっていう経緯かなと思います。途中、いろんな事情があって高校もやめましたけども、まさに天秤かけることなくね、保育士になることも夢見いいたらしいんですけども、もう格闘家一本にどん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 ね、道がそぎ落とされていったという、まさにね、あの、 伝説を作るべき男なのかなっていう風な気がしますねさあこの武ソン選手どういう風にね試合をしていくんでしょうかね私もなんかねこうやってね一人の人にフォーカスを当てて色々調べてみるとぐっと興味が湧きますけども皆さんどのようにお感じになったでしょうかそれでは行ってらっしゃい